マッキンダーによる地図世界島はアフロユーラシア大陸の本体のことであり、周辺の島々、日本列島などは含まない。世界本島とも言う。第一次世界大戦後にイギリスの地政学者ハルフォード・マッキンダーが用いた造語である。イギリスが世界大戦で戦勝したことを受け、マッキンダーは自身が思い描く陸海からの実効支配を念頭に置いた 今後のイギリスの取るべき、当時の世界の認識の範囲を想定した。戦争の形態が、それまでの海洋からの世界支配から陸上戦へと移り、また、物資の輸送手段が発達したことで、戦果を左右するのは陸上戦が最も重要と考えられていたためである。支配国家における潜在的、潜在的な能力は保有する陸地と、その利用価値で決定されるとし、 世界地図をハートランド、世界島などと段階的に定義した。このため半島や島など陸戦が不利となり得る場所より国家は大陸をいかに保有しているかを重要視した。イギリスを中心とした海軍大国が陸軍大国であるドイツやソビエト連邦などの世界島支配に向けた勢力拡大を阻止すべきであると主張した。特に 世界島の心臓部を意味するハートランドを占領する列強は本来膨張志向を有していると指摘している。当時は後に大戦の重要な戦力となる空戦力を想定しておらず、マッキンダーの主張は徐々に受け入れられなくなっていったが、地政学における視点として現代にも影響を与えた。ありがとうございます。